介します。これがスーパーの女、井上花子です。ごくごく普通のおばさんです。スーパーが大好きで、スーパーのことなら何でも知っています。そうなの？そんな花子がふと巡り合った小学校の同級生ゴロちゃんの経営するダメスーパー正直屋に就職したから、さあ大変、たちまちスーパーの中が大騒ぎに巻き込まれます。輸入肉のええものは和牛として売れ。今のじじい気に食わない。なんだその態度は。申し訳ございません。これキャベツですよね。日本中の主婦にとってあまりにも身近なスーパーマーケット、そのスーパーを舞台に繰り広げられる奇想天外な大活劇。だからスーパーの魚じゃねえか。違う、あんたはそのたかがスーパーの魚にすらなれてないわ。花子の前に立ちふさがる困難の数々。しかし花子はめげません。大好きなゴロちゃんの経営するダメスーパーを日本一のスーパーに変身させようと大活躍。どうだ、いっそみんなでうちの店に移ってこないか。花子は正直屋の大改革に乗り出します。私は一人でもこの店に残ります。おばさんだって仕事もすれば恋もする。そんな花子を応援し、正直屋が新しい姿に生まれ変わっていくのを見守るうち、いつしかあなたもスーパーでの買い物チャンピオン。これからのスーパー通いが100倍楽しくなること受け合いです。伊丹十三脚本監督、スーパーの女。皆さんスーパーを可愛がってね。